ヤラノビーチカムチア川ガラタミサ先バルナの生新所、終身大聖堂、ポビチカマニユナグラットゾネボコバルナ州は、ブルガリアの北東部、国海沿岸に位置する州である。同州には12の自治体があり、州都はバルナである。バルナ州は、面積3820平方キロメートル、国海に面し、ドナウ平原の一部を占めている。バルカン山脈の東の終わりの北側に位置しており、 沿岸の都市バルナからデブニアまで海岸線が内陸に深く切り込む溺れ谷を形成しバルナ湖及びベロズラフ湖を形作っている。プロバリア川、デブニア川、ベトバ川、そしてブルガリア第3のダムによる人造骨を根ぼがある。黒海岸は森林の広がる丘陵地帯でほとんどは崖となっている。また海岸には2つの岬がある。 カムチア側とシコルピロフスカ側の河口の間にはおよそ1 3トルにわたって幅200から3 0 0ルの砂浜が広がっており、いくつもの小さな洞窟が存在する。農地は全体の60%を占め、北部、西部を中心に腐葉土を多く含んだチェルノーゼムと呼ばれる黒土による肥沃な土地が広がっている。森林は23.1%、 6.8%は市街地となっている。天然資源には岩塩、石灰岩、シリカ、粘土などがあり、いずれも地元の化学工業、セメント、ガラス製造や建設に用いられている。シリカはまた輸出もされている。ガ岩鉱石の埋蔵も確認されている。バルナコの堆積土は薬光のあるミネラル泥として採取される。同州には光線も多い。 また、天然ガスのガス田もあり、ガラタ沖ガス田には累計20億立方メートルの天然ガスが埋蔵されていると考えられ、ブルガリアのガス需要の15%を銅ガス田からの供給で賄う計画がある。気候は内陸部では湿潤寒冷な冬と乾燥して高温な夏、沿岸部では地中海性のより穏やかな気候である。バルナ州の基礎自治体さらに、 バルナには、その会の行政区分として5つの区が設けられている。バルナ州の人口は49万6768人となっている。全体の71%は州都のバルナに住み、また、全体の81%は都市部に住んでいる。人口密度は130人平方キロメートルであり、全国平均の70人キロメートルを大きく上回っている。 人口あたりの出生率、結婚率、離婚率も高く、逆に死亡率と失業率は全国平均よりも低い。全体の71.1%は生産年齢にあり、14.8%がそれを超える高齢者である。民族別人口構成では、ブルガリア人が85.3%、トルコ人が8.1%、ロマが3.4%などとなっている。 アクサコボのルバン・ガラベロボ村のように、ほとんどがロマで占められる集落もある。その他の民族には、アルメニア人0.6%、ロシア人0.3%、ウクライナ人、ユダヤ人、ギリシャ人、クリミア・タタール人、チェルケス人、ブラフ人などがいる。また、西側諸国からの移住者や中国人、インド人、アラブ人、アフリカ人などの移民もいる。 アルナ州は1980年代、トドルジフコフの率いる共産党政権下で弾圧を受けていたトルコ系住民の人権運動の中心地となった。スボロボのドランダル村にちなんでドランダルグループと呼ばれたグループは現在のブルガリアの少数民族政党権利と自由運動の母体となっている。同党の初代党首アフメドドアンもドランダル村の出身である。アクサ工房。 スボロボ、ブルチドルの各市、及びバルナのビニツァ地区の中には、歴史的にガガウス人が大半を占めていた村が点在する。現在では、これらのガガウス人の大半は、自らの民族意識は、ブルガリア人と規定している。宗教別では、ブルガリア正教会が83%、イスラムが9.75%、その他にプロテスタント、カトリック、ユダヤ教、仏教、 各種の新宗教などがある。遅くとも新石器時代までには人が居住していたことが確認されており、同期時代には社会構造や宗教を持ち、夜勤と公海に長けた文化が発達していたと考えられる。バルナ墓地と呼ばれる多くの墳墓が築かれたのはこの時代である。紀元前千年期にはトラキア人の居住地となり、後にローマ化された。 現在のバルナにあたる部分には、紀元前6世紀に古代イギリシャ人の公益植民地、オデッソスが置かれ、トラキア人とギリシャ人の間の交流拠点となった。紀元前4世紀、この地方はピリッポス2世紀の率いるマケドニア王国の配下となり、アレクサンドロス3世紀の死後の後継者争いの後は、デュシマコス朝トラキアとなった。紀元後1世紀には、この地方は、 ローマ帝国に征服された。ローマ帝国の皇帝、ディオクレティアヌスの下で、帝国の下も、エシア属州は分割され、現在のデブニアにあたるマルキアのポリスは、第二も、エシアの中心地となった。皇帝、ワレンスの時代アドリアノープルの戦い以後は、西豪都族の支配下となる。マルキアのポリス、オデッススは、共に、初期キリスト教会の中心地であり、セイアンデレによって、 教えがもたらされ、その弟子のアンプリアトゥスがオデッスの主教となったと信じられている。6世紀にはスラブ人が侵入し、民族構成が大きく変化した。680年から681年にかけて第一次、ブルガリア帝国の中心地となり、その首都は後にプリースカに移転するまでの間、現在のバルナの近郊に置かれた。プレスラフ学校の主要な二つの写室がバルナ及び、 クロバディア近くのラブナに置かれた。これらの町は、第二次ブルガリア帝国の時代には大規模な要塞、及び、公易拠点となった。13世紀後半には、タタール人木工の脅威に脅かされ、いわイロの戦いなどを経て1389年には、オスマン帝国に征服される。1444年、バルナの戦いが起こったのを、はじめ、 18世紀から19世紀にかけての一連のロト戦争の戦場となった。オスマン帝国の統治下で、トルコ系をはじめとするイスラム教徒が、アナトリア半島、国会北岸のステップ、高ーサスから、キリスト教徒のガガウス人、アルメニア人、そしてセファルディムのユダヤ人がテッサロニ記キから、流入するなどの一方、多くのブルガリア人がアナトリアへ移動し、人口構成は、 より雑多なものへと大きく変化した。ロト戦争の時代にはおよそ25万人の東、ブルガリア人がベッサラビアやクリミアへ移動した。1878年の民族復興期には多くのトルコ人、ギリシャ人が同地を脱出する一方、バルカン三脈北、ドブロジャ、ベッサラビア、マケドニアや東、トラキアなど他の地域からブルガリア人が流入し、 多様な民族混在状態から徐々にブルガリア人が圧倒的多数を占める状態に移行していった。外資の流入量はソフィアに次いで2番目に多く、1人当たり GDP は国内平均を上回り、失業者率は平均を下回っている。個人収入平均は国内で5位となっている。経済はサービス志向であり、国内の観光収入の30%以上を 占めている。バルナの港は添い国会及び国内水路の物流拠点であり、国際空港バルナ空港、鉄道フェリーターミナル、そして1866年に開通した、ブルガリア最古の鉄道路線であるルセバルナ間を含む多くの鉄道路線が走っている。2007年7月、イタリアのエネルギー資源会社、エニとロシアのガスプロムがガスパイプライン計画を発表。 ロシアの自分がから 900km にわたるパイプラインをバルナ州に位置するガラタミ先近くのガス田を経由しイタリアやオーストリアへ伸ばす計画である。製造業は主にバルナデブニャ工業地帯およびプロバディアに集中している。小麦、果物類、ワイナリーを中心とした農業もまたこの地方の重要な産業である。この地方は教育や文化の中心地にもなっており、 五つの大学をはじめと、する、教育、研究機関、博物館などが集まっている。バルナは、ソフィアとプロボディフに次いで、ブルガリアで、第三の都市である。バルナの近くでは、紀元前4600年から4200年頃の、ものとされる最古の金装食品が見つかっている。紀元前6世紀のギリシャ人、後に、ローマ帝国、スラブ人、 ブルガール人の時代にかけてバルナは重要な公益拠点であり続け、イスタンブールやベネツィアとの多くの取引があった。14世紀にオスマン帝国に併合されてからは軍事拠点としても発展してきた。超古代の金の装飾品を収めたバルナの考古学博物館やローマ時代の浴場跡、ロト戦争の勝利を記念して建てられた正教会の大聖堂など、 各時代の遺産が豊富であるほか、バルナの北に位置するゴールデンサンズビーチは代表的なビーチリゾートの地で、夏になるとダンスやフォークロアのイベントなども開かれる。ありがとうございます。